そういう方向でみんなでやりましょう。でやっぱり文化芸術スポーツっていうものをそのコロナ以降の新しい表現としてやっぱり大事に考えていく。 それはもう絶対に世界にとってもありがたいことにならないと思う。日本だけが良くったってしょうがないし、まあ、そういうと思ってるんですが、あのね、僕は実はそれね、はい、結構よく知ってんね、はい、でね、ウポポイっていうのがそういう綺麗事っていう人もたくさんいるんだけれど、うん、でその人もそうやるけど、うん、もうアイヌの人たちをまとめるってことはもう本当にできない。みんな言ってることが違う、うん、その中でな、加藤さんといういわゆる政治力のある人、うん、で彼が理事長になって、うん、もうあらゆる問題はあったけれども、うん、あるけれども、みんなだから加藤さんにまとまってるわけはないんだけれど、うん、政治力を持ってそういうものを最大公約数で取ったわけ、うん、でね、何をしたかというと、我々みんな子供の頃に理科の実験室にね、人骨の何かって垂れたやつがあったら、あれって全部本物やね、うん、でそれがあれが全部アイヌや、うん、であれを全部加藤さんは回収したの、うん、そしてウポポイの中にそれをあのちゃんと収めた、うん、でそしてそのアイヌの人が確かに日本列島の中で過酷な歴史を、ね、ただね、縄文人っていうのはな、何がすごいかっていうと、その弥生が入ってくるまで縄文人は戦争ってしてない、だね、戦う歴史はないね。だからもともと縄文人がいたところに弥生人が入ってきたわけ、朝鮮半島やいろんな大陸から、あるいは中国から。で縄文人は日本列島を明け渡したんです。で南に移動したのが沖縄で、北に行ったのがアイヌなんです。でも当然のことながら、それぞれがもう生きることがその必死でやってるから、いろんな体験をしてる。で、まあ、例えばそれが真実だと言ってることも本当に真実なのかどうかすら分からへん。ほんでね、大量虐殺があったっていう話もいろんなところにあるんやけど、どこを掘っても大量虐殺者、今のところそんな場所は見つからないの、ここやという場所をやっても。 でもそれはやはり一つのアイヌの中のその部族である、いくつかが集まって合意できた人が集まって、いわゆる合意を立ち上げた。でそして歴史的に初めてその安倍政権がアイヌを日本の先住民として国が認めた。これはね、これはものすごいことなんですよ。その先住民として認める、日本の歴史の中に先住民はいませんからね。だけどアイヌを公式に先住民として認めたんですよ。でそれでそれをやって、でウポポイの中にあるのは、一番大事なのは何やったら、理科の実験室にあった人骨を全部回収してちゃんと収めて、そこのところで弔いをやること。その時に何かの宗教が入ったのではまた反対が出るから、だから大幕梅砂流の家元が献茶をするってことがその役目になってるわけで、そのために伊勢神宮に僕は加藤さんを呼んで、それで沖縄から泉さんを呼んで、その沖縄とあなたたちはあれやけれども、もともとがあなたたちには戦う遺伝子がなかったからここに来てしまった。だけど戦う遺伝子を持たないことがどんなに世の中ですごいことか。僕はね、イヌイットの連中は戦ってないからね、そのあんな寒いとこ攻めていくやつおらへん、だから戦争してない。でもあとはみんな戦争してきてる。だけど日本初の縄文人だけは本当に戦争してない。だから当然のことながら差別をされたりって弱かった。でもね、アイヌが差別用語だっていう話も聞いたことはあるけれど、あのね、今ね、そういうことからね、差別用語っていうのをものすごく日本人がみんな毛嫌いしてるけどね、差別用語も歴史なんですよ。
大事なのはその言葉を使う人の中に差別があるのかないのかが大事なんで、言葉に差別があるのと違う。言葉を使ったからこの人は差別する人だっていうのは全く間違ってる。で、差別用語そのものは歴史の中であるんだから、その時代に言おうとしたらその言葉を使うのはしょうがないわけ。なんでそんなので今になってじゃあ差別用語は使ってはいけませんということになったとしましょう。差別用語を完璧に使わない人が一番差別意識が強いことが分かるか、うん、差別意識が強いやつだけなんで差別用語を使わないのは、うん、なんでこんな馬鹿げたことを。で僕がその例えばあの目の不自由な人というので俺がやるときにお前目くらなんか言うって言うたら目くらがびっくりしよったわけよ。久しぶりに聞きましたね。ごめんごめんって言うのね。要はだけどな、目の不自由な人では分からへんだよ俺には。目ちょっと目だのが、うん、その乱視なのが、目くらいな目、うん、な。でもそういうことなんですよ。で今度なあの今三条コーヒーであるんだけどな、三条コーヒーのマスターが目がこんなもん出てな、こうやってやったのよ。俺最初に出た時にそのね。お前目どしたやん、うん、どっから入ってん、うん、ほんならマスターが言う、初めてらしいな、こんなことを来ていきなり、不思議やんかな、目が出たんだな、ほんなら奥にガンがあって落ちてきて、ほんま手術して、ほんでやって、どうやったら目やんかって、川の眼帯こうで、うん、お前その目必要ないから眼帯で守ってまあまあ、俺はそういう人間や。だけどその中に何もからかってるわけでもないし、その差別をしてるわけでもないし、そのね、でやっぱりね、人間ってそういうところから行くんですよ。で子供なんてむちゃくちゃ残酷やで、うん、そうですよね、そういうのはなろ。でそこから人間ってどうなっていくかの話やんか。でそれをお前そんな言葉を使うからけしからんというのは話にはならない。それは僕はもうちょっとそれはお門違いだと思う。でただ僕はね、加藤さんという人をすごく評価してるのはな、まあおそらくあの人がいなかったらアイヌの問題はいつまでも誰も見えない、先住民としても認めない、もうお互いが引っ張っとるから、それはもうね、どうにもしょうがない団体やぞ、俺に言いましたら。僕はもう、僕はその、だから差別、確かにね、差別の話を聞けばそれはひどいなとかっていうこと、それは僕も思うよ。思うけどな、それも含めて歴史なんですよ。だってそれを今から言うたからって言って、遡ってどうにもしてあげられないじゃないですか。で大量虐殺された人を助けることなんてできないじゃないですか。でそれをやったやつが誰かにいるって言ったって犯人すらわからへん。でそれの子孫であったら責任があんのかって話やねん。そんなことを言い出したら世界中全員殺人者の子孫やねん。でそれを言うて一体世の中が本当に良くなるのかっていう話だから、差別用語